リーズ国際ピアノコンクールは、イギリス、イングランド北部の都シリーズで開催される、国際的なピアノコンクール。コンクールの本戦会場リーズタウンホール過去の受賞者には、マレー・ペラヤ、内田・光子、小川・ノ子、ソフィア・グル役、大崎・決心をはじめ、多くの名ピアニストたちが含まれる。第1回コンクール開催2年前の1961年に、 ピアニストのファニー・ウォーターマンとマリオン・ソープが創設。1963年より原則3年ごとに開催されている。開催地はウェスト・ヨークシャーのリーズである。かつてはバンクライバーン国際ピアノコンクールと同じほどのレパートリーを要求される過酷なコンクールであったが、この点は21世紀以降緩和された。2015年のコンクールのレベルは国際的に批判された。 2018年度からウォーターマンが引退するのに伴い、多くの規定が改定、並びに審査員の大規模な若返り、スポンサーの変更からアウンサンスーチーグランドメダルの授与などが話題となった。しかし、要求課大局の量は全盛期の2、3位まで減ってしまっており、入賞者は3名、ファイナリストは5名までに改められている。ありがとうございます。